ラーメン用のスープで麺でネギでメンマでチャーシュー、そして、うちのラーメンの、一番重要な一味、あと、こちらの説明書が入っております。まず大きい鍋、はい、はい、で、次は小さい鍋、はい、そしてザル、はい、と、まあ、その下受けボール、はい、で、こちらの計量カップ、はい、でこの丼とレンゲ、はい、こっちの丼とレンゲなんですけども、はい、来来亭の全店でなんとこちらのように丼がこれ2つ入ってるんですけど、3300円はい税込みで売っております。踊るといいますか、麺がこう、はい、ふわふわっと対流するので、はいはい、まあちょっと重くない気もしますが、これぐらいの量を入れて、はい、麺を入れます。はい、で次の、はい、こちら小さい方、はいはい、あのスープを湯煎する分なんで大体半分ぐらいです。はい、はい、こちらは湯煎できたらいいというイメージですね。そうです、はい、ここであまり強くこうあのなんて言うんでしょう、ほぐしすぎるとこの、はい、分かるように背脂が崩れてしまうんですよ、はい、はあはあ、だから丁寧にこうあの触ってあげて解凍してあげる、はい、ここもポイントの一つですね。なるほどですね、はい、もうだいぶシャリシャリという感覚がなくなってきたので、はいはい、こちらで一度お鍋からスープをあげるんです、あげます、はい、できるだけ鍋の方に近づけてハサミを入れます。でこちらの背脂なんですけども、こちらはできるだけ残らないように入れたいので、こう丁寧に丁寧にこうですね。でこの鍋底に近い状態で入れる方がスープは跳ねないで綺麗に入れます。でこのように背脂が残らない状態で入れます。はい、では大きい方の鍋のお湯が沸きました。はい、で、ラーメンを作る準備を進めたいと思います。はい、でここからがポイントなんですけども、この、メンマとチャーシューをこのお鍋の上に軽く乗せて温めます。はい、これをすることで、ラーメンのスープ、はい、こちらが、冷めにくくなります。はい、その間に、はい、ここも、ポイントなんですけども、はい、この麺のお湯を、はい、先ほどの計量カップにとって、はい、丼、はい、こちらに入れます。その間に、はい、先ほどの、計量カップを使ってお水ですね、はい、ここに、刺し湯、刺し水、はい、のお水を入れておきます。はい、これ沸騰した時にこのお水で、麺の調整、はい、そうですね、沸騰しすぎなのを防ぐための、はい、お水です、はい、この間にここで初めて、はい、スープに火を入れます。はい、これは本当に煮詰まりすぎるとスープが濃くなるんで、はい、ここは本当に肝心なタイミングです。はい、スープが沸くタイミングですねっていうのを見計らって麺を入れる、はい、はい、ここはすごい重要なポイントです。はい、ではこちら見てください。スープがちょっとポコポコした状態になっていきますので、はい、これぐらいです。スープをちょっと弱めます。ここから煮詰まらない微調整ですね、はい、はい、でここで麺を入れます。ここはすごい重要なんですけども、まず麺を手でほぐし持って入れます。でお箸で軽くひと混ぜ、でここです。このここで蓋がすごく重要になってきて、ここで温度が家庭用ですとどうしても下がります。で必ず蓋をして沸かす、このタイムラグがない方がすごく美味しく麺が茹で上がります、はい、でスープはこのようなちょっと蓋したとこう沸いてるような状態で、こう沸いてきました。で麺をかき混ぜます。で蓋します。で大体1分という調理時間が、マニュアルにはあるんですけど、基本はあこうですね、こうで、さっきの刺し湯です。
で1回落としてまた蓋します。1分っていう基本時間があるんですけど、僕らはもうやっぱりプロなんで、このお箸をくってあげた瞬間のしなりで麺の茹で加減をもう感じますね。もうこれは本当になんかもう熟練されたこう経験から来るもんじゃないかなと思うので、で皆さんは基本時間が、まあ、1分ぐらいという目安があるので、まあまあ慣れない方はそれに合わせてもらった方がいいかなと、はい、思います。はい、こう沸いてきました。まあそろそろ、うん、麺の感じがいい感じになってきているので、でここで素早くまず一味を入れます。でここからですね、このスープが沸いてくるこの状態で、ここでもう一回スープを再加熱します。ここが重要です。この本当にテクニックがいるんですけど、ここでほら沸いてきました。ここの最高に沸いた状態で止めます。でここでスープをまず入れます。でこの一味が溶けるようにテキテキとかき混ぜ持って、これが一番ベストな熱い状態です。でそこからスープを入れました。でここからです、麺がこう沸いてきます。で通常シンクの方で入れてもいいんですけど、僕は結構そのラーメン屋さんをよく見てる、こういう風にここの上でこの麺を揚げます。はい、まあ、ラーメン屋さんっぽいですね、とってもで、こうしっかり切った後に素早くこう波が立たないようにスルスルスルっと入れる。で麺を仕上げます。この仕上げる時もすごくポイントなのが、こう上げてこうなんていうんでしょう、こう折りたたむ、これ結構細麺やったら多いんですけど、こう折りたたんで仕上げる、こう綺麗にこう波立つように仕上げます。でそこからです、先ほど温めた、麺、そしてチャーシュー、これを手早く綺麗に、でこのチャーシューもやはりこう広げてこうスライドさせて盛る方が綺麗に見えるのと、あと満面に温まります。そしてあとネギです。ネギもこれ結構ポイントがありまして、こう立てる、真ん中にこう立てるように盛り付ける。こうですね。ってなるとこうなんか一体的にすごく綺麗に盛り付けられます。で、縁起をつけて完成です。はい、まず、テイクをすると、ついてくる、具材ですね。まずこちらの冷麺の麺、そして、チャーシュー、はい、そしてタレがついてきます。で、こちらの、ザルとその下に置けるボール、はい、そしてこちらの、計量カップ、はい、そしてこの冷麺のお皿なんですが、はい、こちらはもう今冷凍庫に冷やしてあります、はい、キンキンにして食べたいので、はい、先に前もって冷凍庫の皿は、冷やしておいてください。はい、それではお湯が沸いてきました。で、一応こちらの、説明書きには、4、5分が目安と書いてあるんですが、まあ、こちら一応タイマーでは僕は5分タイマーをかけます。まあ、ただ僕結構もう手慣れてるところもありますので、まあ大体こうね湯がく感じで分かってくるんですけど、まあ現状ね、ちょっと氷で最終は締めますので、ちょっと柔らかめに入れておかれる方が美味しくよりいただけると思います。はい、では入れていこうと思います。よろしくお願いします。で軽くほぐしまして入れます。1玉入れます。タイマーを入れます。で、今度軽く麺をほぐしてあげて、この時蓋をします。
で、しっかりと湯を切ります。そして湯を切ったら先ほどの氷水に入れる前です。ここです、ポイントです。ここで水です。水でぬめりを取ります。温度が下がったら先ほど準備してました氷水、ここに投入します。で、しっかりと麺が冷たくなったっていうのを確認した後に水を流して、これでしっかり水を切ります。で、こちらのタレを先ほどの、お皿に入れます。まず1人前分、で、先ほどの、しっかりと冷たくキンキンに締め終わった冷麺、こちらを振り分けていきます。